ね、今回はノンの重心化回使います。で、性能が反射の超砲撃、マイスイエル、アンチダメを超レザスと、でコネクトスキルで超ウィンドドキア、トリプル超ね。で、SS が自強化と触れた敵の位置にと、これはそのままで、あとツインロックオンワンウェイイエルと、超メテオなんで、毒つくとすごい威力上がるんですよね。で、みんなに、まあ、当たり前だけど、遊撃エールつけてきまして、で、今回は、ちょっと砲雷パパッといけるかと思ったら、パパッといけなかったんで、ちょっと相方動画にします。で、相方としてこの毒フレア持ちつつコピー持ってるこのワープ持ちのセレナーデ、これ結構使えると思うんですよね、相方として。なんで今回はそれ使ってエデン行きます。よく人目さじゃないと一周目爆絶行くのめちゃくちゃ久しぶりな気がする。で、砲雷もパパッといけるかと思ったけど、パパッといけなかったんですよね。なんで今日は多分ルリーも厳選終わってるからルリー使おうかな。はい、これで、で、今んとこノンノの多分いい感じの相方、多分ギミック完全にやってて、その多属性見ても多分属性も、あ、属性合ってる、マイスイダメを持ちのキャラって多分毒持ちで、あわよくは爆発いない気がするんですよね。なんで、まあそれは多分今後、まあなんかいい感じのキャラをきっと運営が実装してくれるんでしょうということで、今回はセレナーデ使います。でも意外とセレナーデも多分相性いいと思うんですよね。毒フレア持ってるし、まあコピーで、まあ鉱物キラーだったら、キラー M 持ってるし結構強いと思う。でこれでこういきます。で最悪ほら水属性に連れてっても、まあ、それのセレナーデのおかげで助かりましたみたいなパターンあると思うんですよね。ほら今みたいな感じで、でこの2日間動画出してなかったじゃないですか。ひたすらねこれオラコイン周回してたんですよね。どっかの夏のせいでメダルがすっからかんになったみたいな話、多分いつだったっけ、秋ぐらいにしたと思うんですけど、そのせいでちょっとメダルすっからかんになったから、ちょっと一気にメダル貯めておきたかったんですよ今のうちに。でもうこの2日間ひたすら周回してたおかげで、今もう4端末全部1000個超えました。なんで、まあ、多分3ヶ月は余裕で持つだろうねメダルの数。なんでもひたすらもうここでもうちょっと当分の間メダル周回しなくてよくなるようにちょっと頑張りました。でこれで倒します。いや、意外といいんじゃない。で、毒キラー持ってるから、まあ、実質闇。まあ、実質闇に、さらにブーストもかけられるんで、まあ、それも合わせれば、もう実質、あるいはもう、眩しい光。で、これで、はい。で、これ食らいます。まあ、多属性だけど、全然耐えるしね、こんだけ HP やったら。で、で、友情出しに行きます。いや、普通に強くない。本当だったら、これの 1.5 倍、さらに火力出てるんでしょ。で、しかもレザストで回復もできる。いや、これには誰も真似できない。はい。でも、割とこのコネクトスキルの付き方って理想的な感じだと思うんですね。多分、去年の運営さんだったら絶対にこれ、ウィンドスワビにして、マイスイエルかダメよ。コネクトスキルに持ってて、はぁ、合わせなきゃいけないな、みたいな感じになってたと思うんですね。最悪これ合わせなくても普通に使えるキャラになってるのが、なんか、今年の、なんか運営さんの方向性みたいのなんか見えてる気がする。で、これで、はい。いやで、あともう一個、ちょっと、方針について、ちょっと、言えるなら、なんか、難しいクエストをいつでも手軽に、いつでも手軽にちょっとできるように、いや、なってほしい気がする。なんで、ちょっと3周目爆絶以降も、ちょっとそろそろ書庫に、入れていただきたいなってちょっと思ったね。ちょっと本当に使うとこがパッと出てこなかったんで、これ、はいはいはい。はいはい。で、これで全然 OK。 うわ、これ配置大丈夫かな。で、これで、で、あとそうだ、これ、マイスイダメオだから、シュリンガーラいけるかなと思ってやってみたんですよね。もう、シュリンガーラね、実はあれ、もうレザバリの塊みたいなクエストなんで、マジで、のんの潰しされてたんですよね。あれ、本当に困ったわ。で、これ食らって、まあ、全然余裕で耐えます。で、これも、うわー、これ、すり抜けて、こういけたっけ？はい。はい、いけたね。いや、強っやべえ、これ、ブーストもまだなのに。で、はい。いや、かなり強いんじゃない？これ。で、これ、ブーストかけて、さらに毒にもできて、すごいいいみたいな。で、これもこうやって、はい。こう打って、で、無前にブーストかかって 1.5 倍。さらに配置だと毒にもかけられるからすごい強いみたいな。で、これも耐えます。まあ、余裕ね。うわー、でもこれ、左から。よし、で、毒になりました。はい。はい、
で、これで毒メテを撃てます。で、まあこれも耐えますよね、余裕で。はいはい。そしたらあとはレーザー撃って、いや、SSをまだまともに使ってないよね。とりあえずこれ、ボスの右配置ぐらいに置けるようにして、ちょっと撃っときます。はい。はい。はい。いや、強く、いや、普通に強いね。これが、なんか最近ちょっと思うけど、いや、なんか、実装されたキャラの性能を 100% なんかこう、発揮できるようなクエストってなんかそんなにない気がするんで、やっぱキャラの追加ペースよりも、クエストの追加ペースよりやっぱキャラクターの追加ペースの方が多いから多分こんな現象になってんのかな。うん、じゃ、はい。で、これで、はい、はい。で、これで、はい、はい。で、毒にもできました。で、これ移動してきて、で、セレナーデで多分3体ボンボンボンで終わりじゃん。ドッカンバトル。はい。で、これ食らって、まあ、耐えます。で、これは、ま、全然、まあ、HP1 つも1も食らってないね。で、で、これは吸い寄せられてるから、まあ、適当にここで、こう打って、靴拾って、はい、はい。で、これ靴拾って、はい、はい、はい。いや、そこ、いや、そこ倒して、なんでこうなるの？なんか、多分なんか、3回に1回はこんな現象を陥ってる気がする。はい、これ食らいます。余裕です。で、これ食らって、まあ、普通に SS 打って終わりね。はい。まあ、適当に斜めにする。はい。いや、本当に1殴りで終わってて、くっそ、もう、いや、これ本当にノンノンの強さ見せられたのかな、まあちょっとよくわかんないけど、まあこれでいいじゃん、はい、ごきげんよう。